前9時半から午後5時まで止まっております。なんで暗証番号ってここに書くとかあんのに書かないの？っていうか暗証番号設定せずにどうやってあそこに入れられんのよ。取り出せないじゃんこれじゃあ。もう何回やってんのよアマゾンこれ。マジでいい加減にしてほしいんだけど。本当に迷惑かけて申し訳ございません。宅配ボックス過剰的なの件について、はい、じゃあこちらよりですね、一旦担当の配送業者の情報も確認取り入れますが、お疲れ様です。今日は1月17日です。はい、めっちゃくちゃ寒いっす。今日も私はですね、会場の見学に行きます。今日はね、ビッグサイトで、午後からは幕張メッセ。いや今日はめっちゃ寒いな。ウェザーニュースによるとね、昨日よりかは今日の方が日中あったかくなるって言ってたけど、現時点ではめちゃくちゃ寒いです。ここのとこね、横浜行ったりあちこちなんかバタバタしてますけど、明日までこれは続きます。鼻水出てくる。めっちゃ寒い。ビッグサイト今日はね、なんかジュエリーのイベントをやってるみたいです。この後ね、ヒルトン一旦行きます。新宿こっちか。どうもやりますよ。この電話終了後、直接配送業者の方に正しい暗証番号を調査いたします。あ、お願いします。また判明した後に、
はい、確認した後に再度報告しますのでご安心ください。あ、よろしくお願いします。ちなみにこれ初めてじゃないんですよ。このマンションのこの宅配ボックスをマンション管理会社に僕が電話して無理やり開けてもらうってなると手数料がかかって、はい、でその請求ってアマゾンに行くんですよ、はい、このエリアにアマゾンから送ってる宅配業者がそっちで特定できるんであればそっちにすごい言った方がいいと思いますよ、はい、でこの後僕はただ電話待ってればいいって感じですか。はい、こちら前半としてまた報告しますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。